殿が万が一ドームが壊れた時のために力を結集し一時的なフォースを作る音が聞こえる余震が静まると何年も経ってしまったような気がする大震災の恐怖がゆっくりと沈黙の中へ溶け消えるドームは無事で危険も去ったようだった魔法で作られた場所は大丈夫だったが外の風景はだいぶ変わってしまったようだった聖楼の海の境界に架けられた壮大な橋は崩れ地平線も潰れてしまった私はマイコあなたには見つけられない私は消えたり隠れたりする私はあなたを愛しているけどあなたはそれを知らない探すと数分経っていた彼女は眉をひそめ小さなキーボードを打っていた指も不安そうに止まったどうもおかしい絶対に何かが変だ彼女に心を伝えようとするが答えがないわからない彼女はただ眠っていただけだったじゃなくてね目を閉じて